中のフィットネスニュースです。フリーコメンテーターの小高です。それ以外の清水です。まずはじめに山形の商店業態転換しジムオープン。山形市の二棟商店のが障害の有無や年齢にもかかわらず利用できるユニバーサルデザインのフィットネスジムトレスッツォを同市諏訪町1丁目にオープンさせた。同所で営んでいた豆腐店を2018年に閉店。以前から障害者と関わりがあり体が不自由な人をサポートしたいと業態転換した。豆腐店跡地に建設したマンションの2階で今年4月ジム運営をスタートした。30平方メートルの室内には車椅子に乗った状態で肩や胸の筋肉を鍛えるマシンや手でハンドルを回して上半身の有酸素運動ができるサイクルマシンなどを設置した。玄関のドアは引き戸にし誰でも使いやすいようにトイレの広さや手洗いシンクの形状にも配慮した。一般的な自転車型トレーニング器具や初心者が取り組めるベンチプレスもあり障害のあるなしに関係なく利用できる。山形新聞より。はい、どうですかね、このこちらののどかさん。いいですね。はい、ユニバーサルデザインのジム。都会じゃなく東北っていうのが好感持てます。まあ、東北出身のですね、まあのどかさんからすると、まあ、そういう部分もあるかと思います、うん、こういったノーマライゼーションの活動にとっては非常にいいのかなって本当に思います、はい、なかなかまだですね世の中には浸透していない、日本の中では浸透していない部分もあるんですけども、こういった活動ですや活動等がですねどんどん広がってですね、はい、どなたでも運動できる環境ができますます日本のですね住みやすい、どなたでも住みやすい環境が作られたら嬉しいなと思いました。続いてのニュースです。カロリーを自動カウントするスマートウォッチ、精度 89%。 身につけているだけでカロリーを計算してくれるデバイス、ヒール B5B3 が登場しました。摂取カロリーを自動検知。ヒール B5B3 は摂取カロリーのトラッキングだけではなく消費カロリーや水分レベル、睡眠の質やストレスレベルまで検知できるオールラウンドのスマートバンドです。ただ手首に装着しておくだけで自動的にカロリーの出入りをトラッキングしてスマホアプリ上でデータを見せてくれます。 5B が測っているデータは厳密には摂取カロリーというより体が実際に吸収したカロリーなので、食べ物が消化されていく時間にわたってカウントされていきます。たとえカロリー表示的には600キロカロリーのランチを食べたつもりでも、それが 5B でパッと反映されるわけではなく、ランチ後にだんだんと蓄積されてくるような形です。検証の実験でも個々の食事カロリーと 5B のデータを比較したのではなく、3日間とかの平均値を比較して精度 89% を出していました。ヒル B 曰く、体が食べ物のカロリーを吸収する度合いは一緒に食べるものや体質によって違うので、食べたもののカロリーだけを追っていくより、こちらの方がより実態に近いそうです。ギズモードより。はい、のどかさんどうですかね、こちらの摂取カロリーが分かる新しい、まあ、つけてるだけでいいんですもんね。はい、つけてるだけ、もう私にはぴったりのアイテムだと思います、うん、はい、そうですね、その心は。もう何もしなくても計算してくれる、うん、はい、まあ、のどかさんはではただね、その数値が見ても、あ、私食べてるなって思うだけで特にそうですね、別にダイエットしてるわけでもなければうん、美味しいものを美味しくいただく、そんな人生を歩んでいきたいと思ってます、うん、ね、が、はい、まあなんかいいじゃんっていう、まあ確かにこういいじゃんって見えると嬉しいですよね。私今ね4000カロリー取ってやったぜ、イエーってね、そうそうそう、今日700しかいないわ、死ぬかもしれないとかね、そうそうそう、なんかっていう、うん、まあ、アトラクションになるかな、うん、私には、うん、そうですね、やっぱ何でもですね見える化っていうのはすごく大事ですね。はい、これねよく名言があるんです。こう色がついてないものは0キロカロリーっていう方がいらっしゃったりとかですね、野菜を食べるとマイナスカロリーっていう名言を吐いてる方とかですね、はい、あの朝ね10時まで食べるものは体に吸収されないっていうね不思議なことを言う人がそのすごく身近にいるんですけども、そういう人とかにとってもちゃんとその時計をするとですねちゃんと把握できるというところがありますので、はい、今までねこう思ってたねことと実際が違うかもしれないっていう新たな気づきができるかもしれないっていうこのですね。ってことは、うん、食事後っていうか、うん、私はほら食事とともにレモンを取るじゃない、うん、はい、レモンはもうゼロじゃん、はい、分かんないです、それが痩せてるって弾き出すってことだね。
だからその辺の実態がどうかっていうのがですね、こちらのヒルゴ 5B3 っていうのところで分かるので、ちょっとですねこちら、BN チャンネルの方でいろいろと企画をしてみたいかと思いますので、ぜひぜひその辺も見てみてですね、あ、こういう使い方もあるんだなっていうのを感じていただければと思います。以上、今週のフィットネスニュースでした。